ペンにですね、縄も一緒にこういう場所で飛ばすということはできないんですね。下手をするとお互いで殺し合いを始めてしまうという、それぐらい気質の強い鳥です。ですので今も言いましたように、唯一グループでこうして飛ばせる鳥がこのハリスホークという種類になります。